王立サンフェルナンド美術アカデミーは、スペイン、マドリード中心部にある美術学校及び美術館。発祥は、啓蒙時代に遡る。1744年に王霊によって、アカデミーが設置された。フェルナンド六世時代の1752年に、王立サンフェルナンド三大芸術アカデミーとして、絵画、建築、彫刻の分野で活動を始めた。約20年後、 国王カルロス3世は、元バロック様式の邸宅を購入し、建築家、ディエゴデ・ビィラヌエヴァに命じて、アカデミーが使用できるよう改装させた。ビリアヌエヴァは、バロックの要素を取り払い、新古典主義様式に改めた。1873年に、現在の名称となり、音楽部門が設置された。後、美術館や画廊が設けられ、 現在は15世紀から20世紀までの画家の作品を収めている。同じ建物内にはマドリード美術アカデミーの本部がある。フランシスコ・デゴヤはかつてこのアカデミーのディレクターを務めた。アカデミー在籍者の中にはパブロ・ピカソ、サルバドール・ダリ、フェルナンド・ボ・テロラがいる。絵画の指導及び保存と並行してかつてのスペイン最小。 マヌエルデ・ゴドイの美術コレクションの一部など、スペイン絵画、ゴヤの作品、イタリア絵画を常設展示している。18世紀の作品を中心とした彫刻作品も展示している。ありがとうございます。